はい、どうも、なおちんです。モンハンライズをやっていきます。よろしくお願いします。今日は、マカレンキンやっていきますね。残り、6回か。6回なので、クエスト6回、サクッとクリアしていきましょう。あ、終わった。一発目おしまーい。しゃあ、おお、最大サイズか。終わりか。あ、終わったー。よし、よし、終わりかな。はい、終わり。では錬金が完了しました。見ていきましょう。こんだけしたんだけども、前回前々回とやってるのよ。全くいいのが出ないね。まあそういうもんだろうけどね。こればかりは本当に運が絡むからね。見ていきます。笛吹き名人強化持続いらない。いいのがないなぁ、本当に。でも今回は結構多めだから、いいよね。赤が多いっていうのは嬉しい。そうね。せめて、いいやつが2ぐらいついててくれればいいね。で、スロットが、スロットも大事なんだよね。破壊を、いまいち。弾丸節約も欲しい。でも、するならば、3になってくれないと、あんまり意味がないんだよね。弾丸節約は。なかなかやっぱりね、いいものってつかない。あ、ちなみに欲しいのは超回心か、弱点特攻、どっちかが欲しいところです。単体のね、弱点特攻1だけはあるんだけど、弱点特攻2が欲しいんだよね。か超回心2で、さらにスロットが空いてるやつがいるんだ。いないね。なかなか、いいのはありませんな。微妙だな。微妙。こっちは、いやー、よくない。全然だな。あ、弾道強化も、2入ってればいいかな。弾道強化、まあ2か3でスロットが2つ空いてればいいんだけども。いや、今回これ大外れかもしんない。速射強化も欲しいよね。速射強化2か3欲しいところだけども、あれもなかなか出ないね。破壊王3か、これは悪くはないかな。まあスロットなしっていうのがちょっと気になるか。うわー、ダメだ。今回全然いいのがないっすね。これやっていくのもね、結構時間かかるんだよね。でもまあまた、やっていきましょう。今回ちょっと微妙だ。ではまたね、出たやつを入れ込んで、やっていきます。これ本当にめちゃくちゃいいのって全然出ないよね。まあまあ、これがね、簡単にね、出てきてくれても面白くはないか。そこそこやっぱり苦労して入手すると愛着が湧いてね、なかなかいいと思うんだけども。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。